皆さんどうもよろしくお願いします。TK です。で、今回もエンちゃんとアームやっていきましょう。で、今回はね、まあ戻ってきて、最初の後ろから戻って受験者に話してね、せーのスキルを無事に受けまして、でね、戻ってきたところなんでね、まあさやかやったらめということでね、さやかを守りに行きましょう。さやか、パーティーに入らんかな、パーティーに加わらんかなね。ほぼすりやねんよな、マジで。一番ちょっと気になるそこがね、もうパーティーに入ってほしいわ。あれどこで、どこ行ったんや、どこ行ったんや。さやかの家一旦行ってみますか。さやか頼むって言ってたからね。じゃあ一旦さやかの家にレッツゴー。何かあるかな。桜邪魔。桜が邪魔。前が見えんかな。でね、こっちやってんのかな。いや違うっぽいぞ。これは違うっぽいぞ。あ違うわ。こっち違うわ。こっち違うかったわ。違うかったわ。すいません。すいませんよ。よっしゃ、今言ったのは里内。行くところはどこや。外出て行くんかな。ぽいね。でもそんな気が出た。気づかなかった。気づかなかったよ。いいじゃね、囲まれているさやかが。大丈夫か。おぼろ、何故我が里を襲う。にしても胸ないようなさやかって前から思ってたけど。時宗様の命ゆえ。誰ごとも時宗様このようなことをするはずがない。それは思い込みちゃうか。本気でそう思っているの。なんだと。貴様は信じ込もうとしているだけだ。自らの失望を押し殺してるな。言えてる。おもろ、正解ですね。そうせねば生きてはゆけぬか。拙者は違うぞ。時宗など利用できるだけ利用するまでだ。あの豚どもが、いや豚がって言えてたもんね。ですが貴様の主は時宗様であろうが。あやつに利用価値がある限りは利用させてもらう。それだけのことよ。それその傷で我ら人軍に立ち向かうつもりか。肩払いたいぞさやか。なんかあった。立ち上がれ。何やつここであったが100年目だな。おぼろ、この前の恨みを晴らしてやるわ。さやかから離れなよ、この真っ黒野郎。真っ黒野郎。皆さん、いけません。これは私の戦い。巻き込むわけには。元はといえば我らが原因でもある。はい。何？ライカが。しかし。もう一度言うぞ。私はハリン様への誓いも、お主への思いも。こちらも捨てるつもりはない。はい。綺麗事を非常になれぬ者に勝利が訪れる。それを教えてやろう。じゃあ、おもろないか。じゃあやっていくぜ。確か前はね、影分身使ってたよね。あれ、今回は忍、あ、忍びおる？他に。一旦最初は、オートで行きましょう。うわ、忍ぼうものかもやめて。全体攻撃やめて。頼む。よっしゃい。ナイス。
ってそれやめて。スタバもろくも一番いけないね俺。自爆するやつやん。しかも。え、あやっぱきゃー。真ん中のやつやね、確かね。じゃあ今からこいつやっていこう。真ん中のやつ。メガフェニックス。あ、マジで。勇気をここに連れて行って。お、オモノサルト取りができできたらよかったのにって言います。それな、ほんで、前のやつ、前のやつは別にいいわ。こっちや、メガハスシェイク行こう。あ、じゃあ、あかん。え？あ、さやか、そこ。ここに戻して、これをメガアクアリストを払っていこう。火の力。どうだ？火の力、メガフェニックス。いっけー、火の鳥。焼き尽くす。全部いけー。バカ。よっしゃい。さあ、問題はあれ、分かってるよ、ええ、そろそろ貴様らに引導を渡してやろう。貴様らに恨みはない、憎しみも憤りもない。だが貴様らを殺すことが我が一族の利につながるのだ。それゆえ死んでもらう。よっしゃ、よいし、おう、どうだ、ほらよ、どうだ、よいしょ、きた、ね、うわ、通用、マジ通用、はぁやな、ほんま、リターンバイター使ってるわ、これはもう。ちょっとメガブレイド、か、いや、ちょっとここは令和店やっとくか。打てるしな。ハイワイドシュート、あー、メガアクアミスト、あ、マジで。ちょっと待て、あ、配球ダンスやっとこう。しっきり成功。よっしゃ、迷惑かけちまったな。ここは貯めるターンにしとこう、一応な。レーバテイン、いや、レーバ100枚どうよ。ちょっと待て、よいしょ。ああ、3人になっただけな。なるほど。メガフレアウェーブ、いけ、メガフレアメガトラブロール。あ、ちょっと待って、カリを一旦ここに下げて、メガアクアは無理でした。マジでメガシュート、あ、ならこれ一旦すぐに下げてメガシュートやっていこう。で、ライガをメガブレイド X カッターいくか。一番威力高いからね。よっしゃ、どうだ、よっしゃい、ナイス、お、終わってない。バカな、うん、水、自動で死んでいったな。自動で死んでいった。やめてないよ。おお、結構笑えたね。あ、一応前回、あ、まだ1回今。やるな、口だけではないか。当たり前だっつーの。だっつーな。おもろ、観念するがいい。主演者にこっちは認められてんだぞ。お前がいなくなれば時宗様も目を覚まされるだろう。時宗が目を覚ます？それは考え違いというものだ。確かにな、あれもうクズやもんな、クズ。なんだと。拙者は時宗を利用しただけだと言っただろう。あの豚は生まれながらの愚か者だ。豚。
今さら貴様らが何をしたところで何も変わらぬ。あの愚か者はもはや後戻りのできぬところまで来ているぞ。どういうことだ。もしそうだ、あの豚は愚かにも宰相をよみがえらせようとしている。宰相をよみがえらせた瞬間、奴が最初の犠牲者となることだろうよ。そのようなことはさせぬ。その傷でか。その傷でか。バカも休み休みに言え。拙者はお前とは違うぞ。拙者や我が一族に害が及ぶと分かれば、たとえ神仏であろうとも切り捨てるまでだ。ああ、切り捨てる。貴様。せいぜいあがくがいい。一番の黒幕はおもろやね。さらばだ。待て。さやか大丈夫か。さやかさん。キャって。女出てるよ。まあ女やけど。さやか大丈夫か。ないが、私は平気です。いかねば時様のところへ。ちょっと胸元がある。いや、どこ目に行くか。目に行っちゃう。さやか、あ、さやか、あ、倒れた。ライガのおっさん、焦りすぎだって。気を失っただけだよ。とにかく一旦屋敷の中へ。うん、屋敷の中入っていこう。さやかの家の中やね。その中でさやかのキャッキャッ。いや、それはないわな。こんなシリアスな会でそんなこと言うかい。さやかさんの具合はどう。おそらく命に別状はないかと。ああ、よかったよかった。ただしばらくは反省が必要でしょうな。こんなになってまで、あんな奴のことを。おそらく、この子の本当の父親が残した言葉が、そうさせているのでしょう。え、本当の父親、え、違うの？本当の父親？はい。私はさやかの父ではなく、祖父にあたるのです。いや、やっぱ祖父なんや。この子の本当の父親は、かつては、時宗様に近しい立場にあったのですが、ロンドンシティとの戦の折、時宗様をいさめたことが原因で追放されたのです。どこに追放されたん。あの子の父親は時宗様を恨むのではなく、時宗様を見捨てることになってしまったと自分を悔いておりました。めっちゃいいやつやんか。そうか、今はもう時宗をいさめる人なんていないんだよな。そうね、それってとてもかわいそうなことかも。だから自分こそはお父さんの代わりに時宗に仕え続けようってこと。でもいくらなんでも従順すぎるわよ。うん、いるやもんな。おかんじライガのおっさん、どうすんの。知れたこと、さやかの代わりに私が時宗様を止める。そう来なくちゃ。俺たちも手伝うぜ。すまない。じゃ、いざ京都城に。敵は京都城にあり。ん、本能寺にありじゃないのぞ、これ。絶対すれば、文字取るやろ。あ、目が際ダンス手に入れた。あ、やった、ありがとう。じゃあ一旦ちょっとつけていきましょう。スキル、あ、でもちょっとね、この、これ、前にね、スキルというか SP ね、あ、一応できるか。成長のに全振りしてしまったんですよ。まあ今回はね、まあ普通に行きましたけど、全振りしたせいでさ、ほとんど残ってないのよな。最強ダンス、お、メガ強ダンスに変えておこう。あ、だいたいだいたい、で、1ビートレインダンス。お、な、そんなあったんや。全然知らんかったよ。メガアクアミスとハイワイドシュート。ハイワイドシュート、ちょっとこれ、HP ドレインダンスに変えとくか。
全然、あ、ちょっとここも見ていこう。なんか忘れてそう、なんかいろいろ。はい、ポトサット。パラメータアップ解除やろ。それはいらんやろ。あ、違う。集まで、これはいる。ハイブローやろ。メガブローってあるやん。あるやんか。なんでこっちにせえへんの俺。ちょっとすいませんね。メガスタンプビートやろ。スタンプビートって何だっけ。あー、これいいやんか。メガフレアウェーブあるから、フレアフォースはいっか。ね。メガスタンプビートに変えておこう。おい、もう俺、もうちょい、ちゃんと、スキル付け替えときよっていうな。マジそれやねんな。ちょっと見て、あって思って付け替えたけど。今までそれ銭湯やっとったんか俺。大丈夫俺。じゃあもうね、一旦この出たところあたりぐらいからカットですね。京都城まで。よし、ではカット。はい、よし、ではやっていきましょう。うん。一応ね、まあカットになれると思うけど、道中はね。まあこの中やっていきましょう。さて。京都シティまで来たけど、このまま正面から京都城に乗り込んでも捕まるのがオチでしょうね。せやろね。ああ、どうしたもんかな。どうしたもんかな。謎の男来た。笑っとるし。どうやら困っているようだな。お前誰なんだから。あなたはイケメン。イケメンじゃん。イケメンじゃん。いや、久しぶりだ。シニョリーナにバンベイナ、俺たちは今忙しいんだ。何しに来やがった。何しに来やがったんだ。笑いに来たんかお前ら。お前、俺らを人がせっかく手伝ってやろうとして、まあ無礼なやつだな。あ、そうやったの。手伝うと。あ、私に一つ考えた。考えってなんだよ。秘密だ。秘密かい。秘密だお前。京都城の城門前で待って。準備ができたら来る。どうするの。他に当てもない。行くしかない。まあ行きましょうかなら。謎の男来たー。イケメンの謎の男来たー。あれなんなん、謎の男ってずっと謎の男のままやねんけど。あいつは一体なんなん。マジでそれ思うねんけど、前々からさちょっと思っててんよ。なんでずっと謎の男のまんまなんやろ。最終的にあいつがもうラスボスになるんちゃうかって。なんかそんな気がしてくるのは気のせいかな。で、あいつ倒したらあのトウヤがなんか意識が戻るみたいな感じのような気がする。まあ違うことを祈るけどね。違うことを祈るけどね。ここやんな。いた。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。